DNA は23日、今季名古屋ドームでのラストゲームとなる中日戦に臨み、1回に1イニングで今季最多となる8得点を奪った。2番、梶谷が死球から2投で一死2塁。続く筒が,が大事な試合が続くので、チームに勢いつけたいと強い気持ちで打席に入りました、と最翼戦へ、先制的時二塁打を放った。この後、 ロペスの三塁内やアンダで一三塁とすると、宮崎の左前敵地打で二点目を奪った。猛攻は続く。ミネイの死球で満塁。柴田は左非に倒れるも、投手の石田、倉本と連続敵地打が飛びして、五から零、打者一巡して、桑原の左前打で二志満塁とすると、梶谷が左翼フェンス直撃の走者一層の二塁打を放ち、八から零とし、中日の先発。 伊藤を KO した。DNA の今季の1イニングの最多得点は7。順位争いが激化する。シーズン終盤に鮮やかに打線が繋がった。